よし、戻ってきた。まずは解読。好きそうなエングラムを入手したぞ。グリマー。興味深い選択だ。よし。退屈する前に戻ってきてくれ。ゴー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 。あっちだゴー。大塚さんに会いに行かないと。光とともに。よく戻ったハンター。大塚さん、暗黒は待っていても消えはしない。今なら感じることができる。光の中でつながってトラベラーの破片が暗黒に染められている。奴らが任務を遂行してしまった。儀式を完了させたらトラベラーは打ち砕かれるだろう。ジルはその後を阻止してくれ。どんな犠牲を払っても。未知の海のシェル。何これ。よし。月の背部の要塞を探索し、暗黒の儀式がトラベラーを沈黙させ、あ、読めなかった。シティの先にもするべきことが溢れている。へい。とりあえずじゃあ装備整えよう。拒否あ、防御力上がるんだ、すごい。そうするとこれいらなくなる。捨てる捨てるとかあるの月で新しい水を築き上げたゴーストよ。これさようならゴースト。声とか変わったりすんのかな。しないか。ロケットランチャーマシン足りないかな。足りないね、全然足りない。よし、じゃあマントがボロボロ、こんな感じでいきますかね。光のスコア75。大丈夫かなこの人すごい挙動不審な人がいた。オービットに行く。ロケーション選択で、お、なんだ2つ増えた。オリックスの神殿と、何が違うんだろうこれ。ストーリーとは関係ない。いや、でもストーリーって書いてあるな。こっからまたなんか話が始まるかもしれないね。ということで、月の、ストーリーはなんか2つあるんですけど、こっちを先に行きましょう。夜の間。緊急通信を受信。全チャンネル。預言者からです。預言者から。ハイブはトラベラーから光を奪う儀式に関係しているのだろう。どんな力を使っているにせよ、それを理解し破壊せねば。今はそれが重要だ。わあ、いい声してんな。やる気が出る。この儀式はどの部屋で行われてもおかしくありません。十分な深さの亀裂さえ見つかれば、ハイブの要塞全体をマッピングできます。ほう。ヘルマウスの裂け目をスキャンする。スキャンした裂け目、ゴーストをヘルマウスの裂け目に送って、ハイブの要塞スキャンし、儀式の部屋の位置を見つけろ。これなんか合同ミッション始まってるかな、もしかして。気のせい？いや、あるね合同ミッション。
あっちの方で誰かいないもんね。とりあえずストーリーやりましょうか。で、いや誰かやってるな、コードミッション。ちょっと参加しようか。一人だったあれだけど、コードミッション、ゴーゴーゴー。ここは何回死んでも大丈夫なところだ。コードミッションあと3分だ。ハロウィンナイトがいる。ハロウィンナイトってなんだ、ハロウドナイト。ハロウィンナイト加勢します。あの人すげえ、あ、ウォーロックかな多分ね。来た来た、やりますよ。トランスなんとか中って書いてある。うわー、死ぬ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 。ガード、ガードってなんだ。ちょっと下がります。すげえ、ウォーロック。なんかなんだこれ。あ、こん中入ってないとダメなのか。あ、死んだ。なるほどね、外に出たらいけないやつかこれ。リスポーン。スーパーチャージ。よし、激しい激しい。これなあ、あと少し、いるいるいる、痛い。蘇生蘇生、なんて激しい。スーパーチャージ。わ、死んだわ。あ、レベル上がったかな。あ？どこだ？ここはどこ？私は誰？みたいな。イベント終了。終わった。激しかったな攻撃が。プレイヤーの人いなくなっちゃったね。よし、ストーリーやるか。まあこうやってなんかね、合同ミッションが時々開催されるんだけど、今回特にアイテムがないな。失敗したんかなこれ。いやでもゴールドクラスって書いてあった。さあストーリーを進めよう。合同ミッション参加すると大体なんかレベル40の人とかいるとね、規制ができるから。ここか。スキャン、スキャン。おお、スキャンしてる。うまくスキャンできましたが、儀式の場所を特定できませんでした。探し続けましょう。探し続けましょう。あっちか。なんか音楽がすごい不穏な感じの音楽。どこだ、ここら辺、あそこか。
いや、なんかこの敵が一掃されたからよかった。合同ミッション行こうってしなくてもどうせなんか通る道だったっぽいね。どこだ？ん？あそこか。敵いるな。バレないんかな。バレないのかしら。ゴースト展開。なんだ。いた。発見しました。発見しました。マジで。ですが、黒田の聖堂のさらに深部です。おう。あっち？聖堂に戻る。どこだ。あっちか。聖堂に戻りましょう。聖堂って多分なんかでかい扉があったところじゃないかな。ビークル召喚。ヒューヒュー。落ち。どこだ。こんな道通ったっけ。ああやっぱあの奥だな。あー敵がいますね。よし、こっちから行った方がいいかな。スーパーチャージ完了。よし、破壊。オッケー、倒しましたかね。あ、いる。もう一発。うん。あ、あっちか。なんかめっちゃ声が。どこにいんだ。あ、いた。ゼロ距離ヘッドショットが。オッケー、終わりかな。こっち行くか。こっち。誰かがコンタクトを取ろうとしています。預言者かもしれません。なるほど。お、ひどいノイズだ。開けた場所に出ましょう。信号をキャッチしやすいはずです。わかった。開けた場所来たな。ゲートに近づく。めっちゃ敵出てきそうだけど、後ろからとかね。あれ、なんかもう敵が倒れてる。あ、違うわ。これ前に置いてあったガーディアンだ。面白い。
完璧とはいかないけど見込みがあるわね。誰だ？誰？不明です。シグナルが途絶えている。ガーディア、何をするつもりか分かってる。勇敢ね。でもここには信じられないような敵がいる。どこからなの？行きなさい。背部に立ち向かい生き延びたなら私を探すといいわ。シグナル停止。座標を確認。金星、北半球、イシタル地域です。さて、どうしますか？進みましょう。男でも進みましょうなのかな。スーパーチャージ完了。聖堂に入る。なんかいるぞ。なんだ、なにあれ、なにあれ、なにあれ、めちゃめちゃ撃ってきてますけど。あ、なんか赤くなってる。よいしょ。おお、倒したけど。なんだあいつ、でかいな。違うな。あれ、びっくりした。あー、ナイトがいるのか。ナイトどうしようかな。どこだ。あ、アコライトが邪魔だ。よいしょ。オッケー。いや、こっちでいっか。落ちてった。よし。えい。いなくなったかな？敵。で、下に行くのか。ちょっと待って、上に弾ないかな。弾をください。ないですね。下だ。こっちは使ってないか。オッケー。あー、弾が全然ないな。まあいいや。黒田の聖堂に入り、儀式の部屋を見つけろ。こっちか。入る。まだいるな。どこだ？なんか反応が、あそこに、あ、外した。あ、もうちょっと上だったな。どこ行った？もう一人いたよね。うわ、いっぱいいる。いっぱいいる、あそこ。なんでや、ここ。うわー、ウィザードもいるな。あ、いっぱい降ってきた。いっぱい降ってきた。攻撃が激しい。ウィザードどうしよっかな。横からも来てるな。オッケー。
わお、いたのかい。いつの間に。よし、やべ、どっかから撃たれてる。どこ行った？あれ？あ、いたいたいた。ビザード。見えない。煙で見えない。よし、あ、外した。わー、危ない。リロード中はちょっと。終わりか？まだもう一匹いたような気がしたけど。こっちか。いた。あいつ爆破するからな。あ、危ない。リロード、ちょっと待って、ね、よし。ハイブシーダ、地球に侵攻してきた者たちに似ています。ここで止めなければ敵はもっと多くの数を地球に送り込んでくるでしょう。ここで止めなければ、ハイブシーダと戦うのか。わー、怖い怖い。ナイト多すぎ。あいつを攻撃すればみんな食らったかな。こっちか。もっと下かな。でまだリスポーン制限がかかってない。あ、来た。言ったそばか。あー、なんか船が来てる。いますね。ナイト、アコライト、ウィザード。どうしよっかな。ウィザード、ウィザード先にやりたかったな。どこ行った？ウィザード。いた。あ隠れられちゃう。あ壁。いやいや、しょうがない。わあ、ナイトが撃ってきてるな。よし。でこっちにして、ザコーン、おっしゃー。どこだ。あー、そこか。よいしょよいしょ。なんだ、何の音。はい、何の音ですかこれ。なんか周りから出てきそうだね。
見失ったか。わお、来たー、こいつだ。どこだ。ちょっとリロードさせてください。うわっ、わお、わお、こいつ。あ、ちょっとこっち行って、おお、危ない危ない。近づけさせちゃダメだなあいつ。特殊ウェポンがないんだな。こっちだよね。わあ、どっから、どっから現れたあなた。あー、どこだ。よいしょ、よいしょ。出てこない。いいね、リロード速度が速くなるのはだいぶ助かるな。あそこなんかすごい待ちわびてんだ。あ、来てるぞ。危なーい。もうあいつらヘッドショットするより体に当てた方がいいみたいな。よいしょ。わあ、外したな。あれ、当たってない。よし、2発も外してしまったスナイパーライフルを。よいしょ。わあ、いっぱいいたわ。あ、弾がなかった。特殊ウェポンの弾ばっかりだね。普通の弾落ちてないかな。どこに行けばいいのか。上か。よいしょ、こっちか。ここです。ハイブ内で最も暗黒に包まれてました。怖いな。倒したウォッチ、やべ、いっぱいいる。なんとなく下がっちゃうよ。あー、あいつらか。よいしょ。うーはははは、攻撃が激しい。ちょっと待って。こっちにして。ゴールデンガン使うか。よし、オッケー。スーパーチャージ。どこ行った。敵が見えた。もう一人、もう一人。どこ？どっから攻撃して、あー、しまったー。どこだ？もう一匹いたぞ、確か。あれ？あ、いる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 。探してんな。か、囲まれてる、めっちゃ囲まれてる。
これはダメ。これはダメ。倒しちゃダメ。目の前で。開いた。待って、なんか。あ、どこ？そっちか。よし、ナイト、ナイト。待って、なんか守れって出てんな。あ、いやどこだ。よし、いやナイトさんは、ナイトさんちょっと距離を置いた方がいいな。見えない、いた。よし、いや距離置くより近づいて一気にヘッドショットした方がいいかな。ナイトさん、うわー、なんか拾った。どこ？いっぱい入ってきてる。あいつは。よいしょ。あ、なんだ、いっぱいいたぞ。後ろに。やばい、壁リロード、スーパーチャージ。うお、おー、なんだ、びっくりしたな。来てたんか。よし、来てる。危ない、アコライト、アコライト。アコライト、アコライト。よいしょ。あと何匹だ？もういないか？いや、まだだ。泣いてる泣いてる。どっから来んの？うーわー、いっぱい来てる、いっぱい来てる。あれがいる。よいしょ。なんだその攻撃は、ずるいな。いや、ちょっと待って、死ぬ。こっちの方がいいか。いない、いないぞ。消えた。あ、いる。よし、あれ、他の雑魚がいなくなったな。ゴースト展開。これは何でしょう、ちょっと見せてください。また君の敵が。
トラベラーの破片です。トラベラーの破片。彼らはトラベラーの力を利用してトラベラーを攻撃していたのです。その光を貪りながら。ですが我々が解放したことで光は消えました。新しい友人によれば近世にもっと恐ろしい敵がいるようですね。何？おお、ミッション終了。トラベラー展望台で預言者と話せって出てたな。うん、弾もマックスあるし。おお、死亡回数3ね。世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。誰一人として感じるものが根本の部分で異なってるんだ。その中で分かち合って繋ぎ合わせて生まれてくる目のランプは今か今かと待ちわびていて、光がこの光が僕の中で雄たけびを上げている。魂が愛になるその時まで、光を。